俺たち8じゃない？ 8 ですよ、8。ヤクモ、ベニ。うん。名前から弱いやん。いやいや、あー、 CR ベニ、ロジにした方がいい。それは悪くないかも。名前から変えてこ。でも、おじじに怒られちゃうよ。怒られそう。うん。勝手に。いや、ペニさんなら大丈夫かも。いや、怒られるよ。いや、大丈夫、多分。だって。ロジクールさんに怒られる。おじさんは女の子大好きだから大丈夫。あ、確かに。おじじはな、彼女とか10人ぐらいいるからな。そんな話急に。おじいじのいないとこで。あ、待ってやろ。待って、配信中こと忘れちゃった。やば、いやいやこれ。あ、ああ、切り抜き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 。おじいじ女10人持ってる。来て分けた。月曜日はあの子、火曜日はこの子。CR 潰れるべマジでそれ。大丈夫大丈夫、俺が次の女だから。CR。あ、確かに。で、ちゃんとおじいのお金もらって。給料はみんなにあげない。え、誰かクビにしたりすんの？オーナーになったら。あ、オーナーになったら一応シーピーちゃんクビだよ。まあ、なんでよ、なんでシーピーティークビなの？だから泣いたわ、ウェイトで変えられんので全部入れよ、うん、女の子たち全部入れよ。でもシアルはまだ女の子いないよ。確かにいないわ。いないよね。なんでやろね。おっても不思議じゃないの。確かにいない。うん。上手い人もいるし。女子部門ないね。CR 女子部門。そう。女子プレデターとかも珍しくないし。うん。ね。女子プレデターってなかなか、知り合いだと、あの、クーさんとかそのあたりかな。あー。じゃあ、女の子で俺より強かったら入れるわ。あの、もんどもんど、あの、初音さんプレデターだよ、シーズンは。でもシーズン3だからマスターやで。いや、実力は弱いでしょ、でも。所詮マスター。泣いたわ。シーズン1プレデターって誰でもいけるよ。今のベニさんもいけるよ、シーズン1だったら。いけないよ。いけるよ。私プラチナだよ、最高。わかるよ。入れる。CR 入れる。出てるよ。いや、無理。おばあさん無理です。無理か。年齢二十歳まで。あ、いけるわ。それだけ。めっちゃ若いの。めっちゃ若いの取るやん。店員さんが無理です。30代は無理です。いけるいける。いや、もう30代じゃない。30代女子。30代じゃない。いや、25歳の人、例えば入れて5年後30になったらどうするもんだ。クビ。そうだよ。やーば。過酷。潰れろ、その企業。潰れるわ、マジで。29になったら。団体来るよ、団体。会社の前に。つら。看板持った団体来ちゃうよ。